でもこいですよ。いや、かっこいい。よっしゃ。じゃあ行きましょうか。皆さんこんばんは。はいはい、どうも。お世話になりますね。丸山澄彦のぐるまる散歩でございます。よろしくお願いします。はい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 。はい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 。はい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 。始まりましたね、はい、今回ね、まあ、まあ中央におられる方はもうすでに見たことあると思いますけども、やってるの同じですよ、同じですよ、もいよいよ始まったね。マットフラー専門店 RS の天野幸宏さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。コメント、はい、コメントありがとうございます。コメントでね、いつもね、こう、はい、ギョギョしく荒らしてくれてるっていうね、そう、嬉しい反面、ね、今日マカロン、マカロン持ってきた。おめえなんで話の途中でマカロンか。マカロンね、マカロン、はい、マカロンに行きましょう。これね、あのハックルさんのね、うん、あのハックルさんのところで作ってるマカロンです。カワネちゃんマカロンですね、これ。カワネちゃんマカロンなんだよね。そう、バカうまくて、そう、この間あの世界のお茶祭りで僕、はいはい、1日で6個食いました。6個食いましたね、僕。マカロンをね、1日6個食う人なんていないんだよ、普通大体。マカロンね。1個なんだよ、普通は。そう。血糖値上がりまくりじゃねえかんだもん。その前の日は3つ食ったから、バカじゃねえか。2日で、2日で9個。すごい。ほぼ、だって1個、それ、さっきのやつにね、なんかね、5個入ってるの ?5 個。多分、普通に2個も食ってんじゃん、ほぼ。バカうまいよ、本当に。バカうまい。うん。ちょっとね、僕だけ。これ後食べちゃうけど。いやいやいや、後で食べてください。分けません。じゃあ、もったいないからね。もったいないから食べちゃう。じゃあ、とりあえず、今、ね、食レポやってもらうので、ちょっとね。あ、いいよ。じゃあ、やろうよ、みんなで。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 いいよ、じゃあ。ほんと、あんた食べたことないでしょ?いやいや、俺、マカロンは、マカロンもあるけど、ハックルさんのマカロンも食べた。ハックルさんのマカロンじゃなきゃダメだって。あ、そうなの?どうぞ。じゃあ、ハックルさんのとこね。え、いいの?うん、いいよ、食べて。こっからスタートだった。食レポからだった。いや、ハードルが上がってるよね。ごめんなさいね。食レポから、そっか。ただ、僕ね、これね、ハックルさんでさっきちょっと話聞いたんですけど、これ作ってるのはね、当然ハックルさんのね、奥さんじゃない。そう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 。奥さんがマカロン嫌いだって言うんですよ。マカロン嫌いなところからお茶を入れて、この甘ったるさをこうなくすような感じで作ってるんですね。食べれるようになったとかそういう感じですか。いや、自分が食べれるやつってことでしょ、要は。そう、ああ、食べるものもともとほら、川根の町おこしになればいいから。おー、そう。ハックルさん。ハックルさん、町おこしして、人生の楽園出てがっぽりって予定なんだもんだって。あんたも儲かってるじゃん。そう。じゃあ、俺は儲かれないよ。俺じゃない。ハックルさんが儲かる。あんたも、ヤズ TV に出てからの、魚河シャツ作りの、似顔絵を一枚一枚やるよ。バカで、今日はね、魚河シャツね、ちょっと、今日ね、魚河シャツもあの、シーズンが、まあ、海軍にはオールシーズン出ましたけど、ちょっとシーズンがあれだ、T シャツに。あんた裏切り者だよね、俺はこんな格好だよ、もう、本当に。あんたちゃんと清掃してきなさい、本当に。そうだよ。うん。で、今月からはちょっと、しばらくこれで、また夏場にね、ニューバージョンもちょっと考えようかなって。この会社はユニフォーム支給ないの?会社じゃねえから。ないの?番組の名前。丸散歩、ユニフォーム支給ないの?丸散歩。作業員支給はないのね。何が?これどれぐらい売れたんですか?売れねえわ俺一人しか来てねえんだよ。食べて、もう食べて。マカロン食べて、美味しいから。マカロンすみません。本当に美味しいから。つけちゃってるマカロンがこう。あ、そうか。美味しくなさそうだって、これ。美味しいはずなのに。全然わからないか。まあいいよ、でも食べてみます。ちょっとね、ちょっとあの、緑色っぽい。そうだ、ちょっと食レポチャンスしよう。あんた食レポチャンスしてよ、ちゃんと。ほら、美味しい。どう?美味しいでしょ?あ、ね、違う。そう、甘すぎず。食感も違う。ね、お茶のね、風味がすごくて、そう。普通マカロンってさ、中の砂糖菓子みたいに甘いんだけど。そう、あのチョコレートとかそう。甘くないね。ちょっとね、甘さ控えめなんだよ。そう、でも甘すぎず。だからね、お茶の風味が先に来て、なんかそれがふわっと甘みが来る。お茶の苦味があるでしょ、少し。あるね。そう、苦味ありますね。うん、そう。でも、なんだおめぇ、自分で食ってねえからってコメントをした俺たちに当たんじゃねえよ。自分でもらえばか、野郎。番組内でやってもらいましょう。番組内でやってもらいましょう、これも。結局、俺食べれなくなっちゃうよね。俺、確保しとかないと、これ。でも、本当にこれ、美味しい。美味しいでしょ?ハマる理由分かるでしょ?ただ、俺、これを、この6個も食えない、俺。6個は無理っすね。これ6個は無理だな、俺。前人未到だよ。で、どうから誰か、玉線9だね、言ってからね。それとまた違うけどね。俺、だもんね、目指そうと思って。逆に。うん。ハックルズマカロン球団重ね。ハックルズマカロン、これ本当にお茶の風味がちゃんと出てて美味しい。そう、美味しいでしょ、これ。抹茶じゃなくて煎茶を使ってます。煎茶なの?美味しいんだよ、これ。マジ。俺ハマってよ。普通に俺水筒出してね、ちょっとコーヒー飲みながら。俺もないですよね。俺もないよ、自分ばっかし。ねえ。準備してきて。美味しいの、マジで。うまいだって、これ。
食べることも知らなかった、ね。はい、もう美味しかったですよ。もう一個食べれる？ありがとう。もう一個じゃなくていいよ。俺2個いったで、レンちゃんで。食べ続けるんだもん。もう10分だったらまた2個あげたからね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、マット屋さんの説明が終わりました。はい、ハクルさんの、ハクルまた、ね、こういったものもございますので、ぜひね、ハクルさんのお店に行っていただいて。これは美味しいです。はい。川根の僻地にありますけれども、いいお店ですので、ぜひね、よろしくお願いいたします。そう、これはマジで美味しいからね、お願いします。はい。ハクルさんのマカロンです。はい、でコメント来てまして、はい、桜井春夫くんから、はい、東京から見てますと。え、東京、今東京出張見た。東京五反田？五反田じゃねえよ。五反田じゃねえの？マットだよ。あ、違う。マットだけにね。はい、はい、ありがとうございます。で、エラユミさん、焼津から見てます。知ってます。やるさん焼津知ってます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本日はね、はい、まあ、当然、アマンさんといえばマットですよ。マット、マットプレイ。マットプレイじゃねえんだ。マット屋さんだの。マットプレイじゃないの。マット屋さんね。マットをね、いつも出してるんですけど、はい、今ね、この間 Facebook 見たら、なんていう、あの、車のちょっと脇みたいなところにこう、はい、置くようなちっちゃいマット作ったりとか、あれもやってますよね。あの、うん、センターコンソール、あ、コンソールってことですか？コンソールっていうのあれ。ああ、そう、あの、非常勤とかね。あ、そうそうそう。ね。非常勤のちょっとしたところにね、マット、こんぐらいの大きさだっけ、あれ。作ってたよね。こんな、こんなんですね。こんなんだよね。それでクソ儲かってる。またね。あれまだ売ってないですよ。あ、まだね。これから、これから。これから大量生産になるよ。あれはそう、儲かる予定だね、これからね。試しで作った。試しでね、はいはい。はい、コメント入ってます、はい。クラブハックルさん、スタジオで見てます。知ってます。十分知ってます。うん、話してたから。で、杉村優子さん、会社から見てるわ。知ってます。ありがとうございます。今日それか、今日は。うん、みんな見てる系かな、うんうん、みんなね。はい。で、そうそう、で、話おりましたけど、はい、あの、その、このぐらいのマットとかね、うん、見ててね、はい、これ柄とか難しいじゃないですか。ああいうのって。やっぱもう決められた形になっちゃう。この大きさでやると、例えば、ね、なんていう、ギンガムみたいな柄とかさ、うんうんうん、あんま柄をちっちゃくないと収まらないじゃんね。ああ、そうだ、あんまり大きい柄だと、うん、そうですね。切れちゃうもんね。そう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 。そうそうそう。おー、なんだ、マカロン食いに行くぞ、あいつ。狙ってる、うん。もう、ジャイアン来たけど、まあいいや、その話が、うん、映んないジャイアンが持ってたけどね。うん。木村さやかちゃんから、家から見てるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そうそう、話を戻すと、で、僕ちょっとね、そういうの気になって、あそこのとこ置くんだけど、あれ置くときに、例えば携帯電話とか、ああいうの置くってこと？ああいうの、なんていう、マットの、マットっていうかさ、あれ置いたとき。そう、そうなんですけど、うん、あの時のやつは、あの、サイドブレーキ下に下がっちゃうんで、うん、あの、携帯とか置けないですけどね。自分のやつ。あ、写真したやつ。そうか、そうか。写真したやつは、とか、上げてるところか。そうです。あ、そう、じゃあ、そこにマット置く意味あるの？あ、もうただ、あの、デザインです、デザイン。あ、見た感じってこと？見た目。あ、そう。なんで俺あそこに何か置くのかと思ってた。いや、違います、違います。もう、よく、見た目です。よくあったよね。今あるかわかんないけどさ、あの、あるブランドとかそういうのでさ、こうやって切って、うん、貼ってる人とかもいたよね。あ、あります、ね。カッティングシートってこと？ね、買ってほしいとじゃなくて、この布をね、うん、布っていうか、あの、バッグとかそういうの剥いで、うん、で、うん、こう貼るような人もいたよね。へ、う、ぇ、ん、結構有名なね、こう、有名なブランドなんだけどさ。そうなんだ。そう。あれ、あの、あれを、今度多分足元のマットも注文いただいたんで、うん。合わせるんですか、ね、セットってこと？そうそう。で、あの写真はチェックの、まあ、黒と白だったんですけど、うん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 、あの足元とそこがこうパッて見たときにこうやっぱちょっとちっちゃいんだけど結構目立つんですよね、うん、マカロンの今できるマカロン、まあ、データもらえれば大丈夫です。本当に？おいおいおい、まあ、カバネちゃんマカロンのマットとかなんだ、ね、お前はハックル派かおい。だって俺ハックルさんテレビ出るからね。もう出るね、もうハックルで T シャツ作るから。俺出るよ、多分作るね。あの人ハックルって T シャツ作るよ、うん、作るな。トレーナーだよ。トレーナーなんだ。マカロンでもいいけど、まあ、マカロンは食べ物だろ、まあ、マカロンは。あ、そうか。本当にそうなんですよ。だからね、そうマットもね、この間ハックルさんとこできましたけど、うん、そう、いいよね。あれ結構だ、120cm、80cm ぐらい。いや、もっと小さいし。もっと小さい？あそこと一緒ですね。焼津テレビのあれと一緒。あ、そうだ、あれくらいか。あ、そうか、タペストリーみたいにあの3メートル以上で作ろうかって話してたんでしたっけ。あのね、あのウッドデッキ全部埋めちゃうぐらいのね。せっかくのデッキを。そう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 。そうそう。意味がないというそういうね。うん。それ入った瞬間に何これって思わせるね。ワクワク感みたいなね、本当に。マットプレイができる。マットプレイ。できるのか、そのマットプレイは。ゆるぎゅるのマットプレイね、うん。はい。そうなんですよ。いいじゃないですか。そう。なのでそういったのでね、マットもね、今、うん、この間も話しましたけど、需要っていろんな使い方があって、結構僕、うん、Facebook で見させていただいて、はい、いろいろね、うん、言ってますよね。今日もなんか Facebook でなんかネットでオーダー来たって言ってないっけ？ああ、そう、玄関マットですよね。玄関マットでしょ？そう。まつげ長いよね、山野さん。うん、
そう長いですよ。よく見てるな、意外と。今横声で見たらさ、まだ長いなと思って。もうね、マカロンも食ってるし、その前のシーンもやってるにもかかわらず、ここに来て長いなって話。もうやることやったし、みたいな。そう。そう。もう俺の出番はない。休憩ですか、うん、そう。あとお茶飲んで待つだけ。お茶飲んで。はい、ごめんなさいね。話終わっちゃって。そうなんですよ。何でしたっけ？何でしたっけじゃなくて。自社サイトに商品ページを、うん、そう商品ページをちょっと前に出したんですよ。うんうん、はいはいはい。そう、それを見てくれた人がいて、注文が入ったっていう話ですよね。ですよね。すげえな。やっぱネットってすごい影響力もある。やっぱマニー工房もやるしかないよな。本当にクソ儲かるよな。いやいや、まずはこっからでいいですか。T シャツじゃねえか、だから。こっから。この T シャツね、今ね、メッセージ来たらね。木村さやかちゃんが、丸さんの T シャツ可愛いと。で、ゆうこさんが、久しぶりじゃない T シャツって言われてる。おっしゃる通り、久しぶりです。売る気だな。本当に。また売る気だな。で、さやかちゃんが、ゆうこさんだよねっていうことで、久しぶり。また売る気だな。靴で。そうそうそう。まずは、食いつきが良ければ売ると。いやいやいや、あのね、何回も言うんですけど、売るのは俺は別に自分の丸肉も売りたいんだって、本来は丸散歩売りたいわけじゃないんですよって言ってんの、みんな。この番組言っても何のメリットも俺にはないの。わかる？あれなんですよ、みんな欲しい欲しいってなったら多分あれですよね、販売スタートみたいな。それはちょっと量産になっちゃうかもしれないけど、ちょなんないっすよ。やっぱそうだ、そう売らねえぞ、この T シャツ欲しいぞ、そんないないからもう。本当に？いやね、本当にいいって、まあ魚菓子シャツは。ねえ、うん、そうだよ。まあ待ってるんですよね。あの一応マキちゃんとか領収切っとこうかも。切っとこうか。いらねえして叱るとこやったぞあいつに。なんだあいつ。いらねえし。うん、売るんでしょみたいなこと言っていらねえしてばっさり。どういうことだ本当に。そうなんですよ。俺の T シャツはいいの、マットの話だね。そうや。マットプレイの話しては。そう。ハローさん、五反田でマットプレイかな今日。まあハローさんね、どうなんだろうね。五反田でマットプレイで。お前は暴言が言えたい放題か、まあ、フォローはしようができねえよな。どないやマットやねんっていう話。そうか、まあいいや。とりあえず。見てくれてるんですもんね。そう、見てくれてる、ハローさん。東京からね。じゃあ多分なんか反論があるんじゃないですかね。東京でまあなんかね、そう、マットに乗りながらかもしれない。わかんない、そこはわかんないな。プレイ中だと反論はできないね。そう、プレイ中だね。ただこの30分で、もし反論が来なかったら、携帯がちょっとぬるぬるになっちゃって、いろんなことがある。90分待ってね、90分。バカじゃねえよ、90分終わってるよ、バカ。水曜日は完全にこんな感じなんですね。最近路線がずれてるからね。路線がずれてる。もうね、路線がずれてたらね、コメントもずれてんだよ。ね、小石郎さん、これいくらで売るの売らねえって言ってんだよ。で、さやかちゃん、赤が可愛い。赤が可愛いんですよね。で、エラさん、丸さん似合うね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだよ、また丸山の褒め言葉が。視聴しに行くときに着ていくとかいいよね。いいんですよ。着てきていただいたらね。で、エラーさんからマットの実物はないんですか。そうですよねって話だよね。それを出さなきゃ。そう、ね、マット。今回マットは、うん、まあそのちっちゃいマットは残念ながらないんですけど、新しいマットもある。はい。そうですね。ニューマット。はい。うん。でもどうしますか。金色系のね。どうしますか。ただ問題があって、マットの現物はあるんですけど、これね、照らさないといけないんですよ、光を。そうですよね。これね、ブラックライトで浮かぶやつ。え？そうなんですよ。え？全然見えないですけど、見えます？感じるね。そう、一回ちょっと消せるかな。こっち側が見えないですけど、一回照明落とせる、うん、あれなんかいやらしいな。そう、全然見えないですけど。見えないな。マットのゴワゴワがすごすぎて見えねえな。全然見えないですけど、一回電気落としたけど見えないね。これ何の絵なのそもそも。これは、うん、うちのロゴが、ちょっと暗くなった。うちのロゴが入ってるっすよね。へえ。あ、ちょっとずつ出てきた。あ、出てきた、出てきた。あ、いいじゃん。この辺に、お店の RS って入ってて、うん、で、あと星のなんかこう模様とかデザインがこう。これ縦横縦、あ、こうっすね。こうか、こうならいいのかな。これで、この辺に RS になってて。あー、なるほどね。画面でも見えましたよ。画面に見えました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じのやつがあるんですよ。えらちゃん、マットって車のマット、そうに決まってんだろ、お前。アホか。水曜日だからね。ありがとうございます。水曜日だから。そうです。今ちょっとね、暗くしてもらったんですけど、要はその、車を乗った時に。何が始まるの今から暗くして。いやいや、マットです。マットじゃない。マットプレイ？バカじゃない。マットプレイ？うん。いいです。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。本当に明るさが似合う番組なんで、本当に暗い番組で、本当にお断りしなきゃいけないね。暗いのはダメだね。はい。で、そういうわけで、実際に、あの、ブラックライトでってことは、普段、夜とかに乗ってたら出てくるってことね。浮かび上がってくるってことでしょ？そう。あの、ブラックライトを、例えば、足元にこう、照らすように。そう、ブラックライトを照らさないんだけど。そうそうそう。それ常に、だから RS を踏んでるとかしてね。まあそうなんですけど、まあこの場合はそうなんですけど、ね。だからやっぱ見た感じ、車しかやりようがない？いや、これはだからあの今回車のやつ持ってきたんですけど、うん、多分本当は玄関とか
でも玄関ブラックライトで照らす人いる？そう、それはだからもう夜のお店とか、うん、ああなるほどね。やっぱそうなっちゃうね。そういうのをなんかうまく利用したいなと思ってて、あとはなんだろうな、夜の店、うん、そう似合ってすんなお前ね、似合ってすんな。あと施設とか、施設？イルミネーションとかやってる。おーいいですね。今例えば駅前イルミネーションすごかったじゃないですか。まあああいう、まあ、遊園地とかわかんないですけど、なんかそういうやってるところの何かに使ってもらうとか、うんうん、ああ、ただ可能性はある程度、ある程度皆さんに考えてもらいながらこういうものできるよってことですよね。そうですね。そうですね。あと今例えばその入り口だとか暗い、まあ、暗いくてブラックライトつけるんで、うんうん、まあ、見えにくいっていうのがあるんで、うんうん、例えば映画館とかで足元が危ないんで、うん、例えばそこに危険とか階段あるとか、で文字を光らせてあげたりすれば、まあ、その転んじゃうとか、まあまあね、そういうのにも使えるかなと思って、素晴らしいな。そう、そういう方にも行きたいなと思ってて、ただ綺麗とかじゃなくて。なるほどね、やっぱりがっぽり稼ぎたいっていう、そうそう、やっぱ頑張らないと、ね、頑張らないとね。丸いコーンさんもやりたいので、ちゃい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 、おい、バカじゃない丸いコーンも今に乗るよ、あの高額納税者で、うん、番付番付の船もあるわ、乗ると思うよきっとね。乗るわけねえだろお前、丸いコーンも、ね、はい、コメント入っておりまして、ウラちゃんすごいって、すごいよね、木村沙耶香ちゃんが見えた、杉村優子さんがお酒の飲めるお店専用だってじゃお店専用だ、お店用だって、まあ、どっちかと暗いお店の方が向くよね。そうなんだ。そう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 。そうだから本当スナックみたいなところか。ああ、いいね、スナックね。また誰かが大好きなキャバクラとか。ああ、マルちゃんがね、好きなね。マルちゃん、マルさんですか、マルちゃん。お、俺がキャバクラ好きだっていう話を誰にした、俺が。いつどこでした、おい。おい。そう、あの、しょっちゅう行ってるあそこのお店の。ナスイスキンじゃねえからよ、俺によ。あの、藤枝の駅前だっか、あれで。違うでしょ、アマンさんが自分で売り、さばきたいから行ってるでしょ、キャバクラ、あそこに、ね、これ持って、持って、ね、どうも、あ、無理ですか、じゃあ1時間だけって言ってくれで、次のお店行って、え、これ、あ、無理ですか、じゃあまた1時間だけって言ってくれで、あっちこっち、あっちこっち、でもそれ面白そうですね。うん、だからお店の子から、お金が持たないよね、いつも。確かにそうですね。まあいいか、その後がっぷり稼げば。そうそう。稼げれば。そう、ガルさんのようになりたいですさ。見てたんだから、儲かってね。1億円プレイヤーだからね、あたり今。1億円プレイヤーなわけねえだろ、1億円プレイヤーだよ、ほんでね、ハロ君から、とりあえず今日は吉原にしときます。なんでだ。なんでだ。東京で見てんじゃねえのか。吉原ね。すいません。どんな遠征だもん、ね。吉原いいじゃないですか。うん、炎上していてください本当に。運営さんにもいいんだよね。うん。え？うん、いや。んじゃねえよ。んじゃねえよ。そう、そういうわけでね、新しいマットってやっぱりその使い方でいろんなね、そうですね、方法があって、おで、ね、デブさんも前言ってた、ほら、マット飲み屋さんでやったら夜、マットプレイじゃねえよ、夜の居酒屋やるから、ああ、置いたらどうとか言ってたからさ、それこそ黒、ね、ブラックライトみたいな試しに置くのもいいけどさ、ああ、いいっすね、そう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 、あ、すごい目立つと思いますね、デブ、本当に。デブアゴンやるかな、うん、あ、でも本当にいいんじゃないですか、ね、夜。ね、ブラックライト出してね、うん、めちゃめちゃかっこいいと思う、汚ねピンクだけどね、映えねえけどね、どうせ俺の場合は映えないっていうか、もうインスタ映えとかじゃない、インスタじゃないじゃん、もう、あ、そうか、あ、まあ、もうインスタのキャラじゃないんだよね、やっぱり、そう、俺ダメだね、やっぱね、ダメだねじゃねえよ、うん、ダメだと思うよ、俺インスタもやってるんですか、やっぱり、うん、インスタやってるんだけど、よくわからないですね、一応フェイスブックは見てるな、そう、フェイスブックやってます、まあ、フェイスブックでもインスタでも写真はほぼほぼ一緒じゃん、まあまあそうです、ね、うん、映えないことは映えない、まあ映えないまあまあまあ、色が何かあれですか、やっぱなんだろうね、やっぱ俺の存在自体が映えないんじゃないかな、うん、そうか、ね、俺のやること自体が映えない、ね、それはね、それは言うけどゲストがフォローするとかだよ、俺じゃない、それは相方のマルちゃんでしょうね、だってさ、そんなことないよっていうのも嘘くさいしさ、だと言ってそうだよっていうのもはっきりやつそもそもあんたが最初に言い始めたんだよ、違う違う違う、みんながインスタ映えしてる撮り方じゃないよって注意したじゃん、あ、そっか、そうそうそう、トモさんはもともとインスタ映えするキャラじゃないじゃん、だってまあね、それ割りちゃうさ、俺もさ、悲しいけどさ、映えない、いや、全然映えない方がいいんだよ、俺は逆にね、まあ俺の話はいいじゃん、そうそう、マットプレイの話しようよ、マットプレイじゃねえんだよ、マット屋さんに向かってマットプレイの話しねえんだよ、マットプレイの話しようよ、そうなんですよ、だから僕、うん、で見てて、うん、ね、この間もあのね、やり取りしましたけどね、もう、うん、すっかりね、喋りも慣れてきて、ヤジテレビにね染まりつつあるわけじゃないですか、これじゃね、あま散歩、あま散歩、散歩つけりゃいいと思うんじゃねえんだよ、何でも散歩つけりゃいいと思うんじゃねえんだよ、あま散歩やる、あま散歩ってそれは完全にあま散歩さ、違う、なんか海の感じだぞ、あま散歩、あま散歩ダメだぞ、あま散歩、そっちのあま散歩、これじゃ何、そう、あまチャンプル、どうしようもない、アマチャンプルってなんだおい、うん、本当にそうか、パクリで行こうとするんですね、パクリでごめんね、いいじゃん、アマ散歩で、アマ散歩で俺作ったんだね、もしあんならまた手書きか、手書きじゃないよ最近クオリティ高いからね俺ね、うん、
はい、はい、コメント来てて、木村さやかちゃん、春尾さん、吉原って何、春尾さんに直接聞いてください。そうですで、ゆうこさん、まるさんもインスタグラムやってない、放置なのにね。ここですね、名前変わってるじゃないですか、本当に全然見えないな、俺な。そうだよ、本当だ、ね、本当だ。で、さやかちゃんも、まるさんもインスタやんなよって言われて、まる、あの、さやかちゃんね、僕ね、インスタね、1年半ぐらい前にね、やってたことあるんですよ。今ね、毎日ね。毎日半、うん、半年ぐらいかな。うん、そう、でもね、飽きたから。うん。ちゃちゃ飽きたじゃないの。飽きたじゃないの。ネタができたか。あれをね、ずっと毎日一作品ずつ上げたんですけど、うん、それ上げてると、俺の仕事まだ終わってないのに、その日は上がってんのかって話になっちゃうわけよ。あ、だからそういうのがあって、まあ、もうちょっと一回休憩しようと思って休憩したら、うん、もう筆が上がらなくなっちゃって。サボってるってこと？サボり？もしかして。サボってるわけじゃない。お休みしてるの。お休みなんです。休息中だね。そう。忙しいんでしょ。ちゃちゃちゃ。いやらしいよ、ハクルさん。指が。そうか、最近あれだもんね、あのデザイナーだったから、デザイナーの伝統。イラストレーターとか。イラストレーター、そう。まあ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 、どちらかというと。アニメーターではないけど、どちらかというと芸術家だ。企業家じゃねえよ。そうなんです。だからインスタも、まあまあ、僕は眠ってますけど、ちょっと、これからね、インスタもちょっと、Facebook をいろいろちょっと、Twitter とかも含め、ちょっといろいろ活用しようかなと思って。おー、素晴らしいじゃないですか。また稼いじゃう。今一番 Facebook ですか？ Facebook が多いですね。年齢層が Facebook ぐらいがちょうどいいんですよ。親世代ぐらいってことですか？そう、だからここら辺、みんな年、こんな近いんですか？みんなね、言っても、みんなインスタやりなよって言いながら、どうしたの？意外にやってねえんだよ、みんな。見ることは見るけど、分かんないもん、誰が誰だかね、名前が出てますからね。名前が出てないから誰か分かんないから、ちょっとね、これも本当に若い子の感覚でね、フォローしてるの、Facebook だとこの人だって分かるんだけど、インスタだと分かんないから。そう、確かに分かんないですね。うかつなことね、例えばこういい、これがいい出来ですねとか、なんかうっかり言って、この間もこうでしたよって、それは私じゃないですみたいな話になるわけじゃないですか。そういうのも含めてね、それは失礼になっちゃうからね、やっぱり。そう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 、だからやっぱ年取ってくると個人が特定できないとね、やっぱりメッセージとかコメントもね。だって若い子みんな一緒の顔に見えるからね、今。それはお前の主観だろ。違うの？うん、うん、そうじゃないの？お前バカじゃねえのか、お前。みんな一緒の顔に見えるよ。それじじいが言うセリフだな、よくな。本当に。まあ確かにでもね、乃木坂とかいろいろさ、AKB とか言われても、あの女の子に私元いましたって言ったら、あーって思っちゃうような。それは、うん、確かに。いるよね。それはもう。あーあ、ああ、今の流れじゃ違うんだよ。だって今の流れで感動してよ。お前だとしたらその AKB エセじゃねえか、完全に。お前入るわけないだろ、お前。AKB って化け物だ。化け物。化け物。うまいな。すごいな。素晴らしいな。いいじゃん。いや、すごいな。そこすぐさっと出てくるあたり ね。素晴らしい。違うな、やっぱな。打ち合わせ通りだな。打ち合わせ通り。打ち合わせ通りって言うちゃんと、はい、今日も。はい。うん、ね。いつも通り。化け物四十八手。四十八手なんだね。ああ、それはいいな。それマットプレイ。あ、そうです。ああ、いいじゃん。意心にみんなつなげるんじゃない本当によ。すげえな、今日はなんか。はい、水曜日こんなのでいいの、はい、水曜日、はい。そうなんですよ。はい、はい、そういうわけでね、ゆうこさんからのサボりですかって言われて、サボりじゃないです。お休みです。えらちゃんね、あ、さやかちゃん。えらちゃん、私もやってる、ツイッターもやってるっていうことで、まあ、さやかちゃんもインスタもツイッターも多分両方やってると思うんでね、僕もちょっとね、やろうかなと思いますけど、まあ、僕もですか。だから、そういうのも SNS も僕もやっていくでしょ、ああ、やってはいるんですけど、Facebook 一番時間というか使ってますね。やっぱ、使いやすいのが慣れかな。慣れはありますね。あと結局、その、フォロワーさんの数とかも全然違うので、フェイスブック長くやってるので、まあ、インスタもツイッターもやっぱりバカすぎにはあるんだよね。フェイスブックよりも多分ツイッターとかの方が多分速攻性が高いっていうのはね、あのサチバの河合くんとかね、言われてるんだけど、なかなかもう思い越し、なんかツイッターつぶやいて返してるのやり取りが基本じゃないかって思っちゃってるところもあって、なかなかね、なかなかあれですよ、いいねもなかなかつかないですよ。やっぱね、難しいよね。よっぽど面白いこと内容とかじゃない限りは、あでもリツイートしてくんだけど、まずほとんどあれじゃないですか、いいね増えていかないんで、リツイートしてもらうって結構な内容じゃないと、ほとんどみんなしてくんないです。そうだから、このおっさん3人でツイッターの話してるんだどうなのかなって思うけどね。そもそもツイッターってその意味が分かんないもん、ツイートとかさ。だからつぶやく、その時思ったこと、いや今日ここでセールやってるから皆さん来てください、ね、何分か限定でしてて人を集めるとか、あ、そういうこと。そうだから、そのツイッ
一言で発したことについてみんなが言いたいことを返していくみたいな、そういう感じ。でも結局フォロワーがいなければ別にただ一人一人ごとなんで、そうそう、大きな一人ごと、誰も見てくんないんで、埋もれた一人ごとかな。そうそう、全然わかんないの、ツイッターとかインスタもわかんないし。さやかちゃんは何、丸さんやったらアカウント教えてね。まあ多分ね、ツイッターもね、アカウントあるんですよ、インスタも。まあ、またさやかちゃん教えますんで、またご覧ください。サボってるんですよね。はい、サボってます。はい、サボってね。はい、もう、というわけでね、マットの話がね、ちょっと手短だったんで、まあ、第3弾ですよね、また。新商品出ますから。あ、そうだね。がっぽりがっぽりですから。なぜか。いや、もうじゃあお互いがっぽりしたところで。なぜかっていうと、あんたが、あの、まつげだけとか、いちいち話おるから進まねえんだって。俺はどうしても今日、ハックルさんのマカロン紹介した。マカロンって時間取られたんで、あんた出すんでしょ、ポスター。そう、あ、そう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 。ポスター貼っちゃってるもん。貼ってない、あるよ、まだちゃんと。うん、そうそうそう、じゃあ、それだけ出しましょうよ。何言えばいいの？バカじゃねえの。時間押してんだよ、お前。とっとと出すの出せもんだろ、お前。な、もう。実はですね、こんなことやってまして。はい、まつげ。はい。はい、今週だな。俺もどうか、ゲストが持ってておかしいでしょ。いや、それがいいじゃん。そう、はい、ちょっと紹介しよう、あんた。11月23日の土曜日と24日の日曜日、静岡の秋の食フェスということで、はい、デベさん主催でですね、草薙総合運動場で、はい、食フェスをやりますと。そうです。はい。はい、で、特に、ね、多国籍っていうことで、うん、そうですね、いろんなところに声をおかけしてるので、はい、僕もね、デベさんに言われてね、デベさんの色を継承して、そう、あまりおしゃれに映らないように近いわ。やっぱインスタ映えしないね、これね。そうそう。あんまりね、あのおしゃれすぎると、あのデブ屋さんって分かりづらいんで、そう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 、デブ屋さんの色を残しながらのチラシを作らせていただきましたんで。そう。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう。そう。だってこの人ね、ひどくてね、写真4つしか送ってこねえんだよ。多国籍だってのにね。そう。俺これやってるやつ、これやっといてくれよ、つって。雑かと思って。いいんだよ。大丈夫。大丈夫じゃねえよ。絶対なんとかなるから。いや、俺はお手伝い。お手伝い、うん、食べさせて、何ジャイアンか、お前。食べさせてくれておかしいだろ、お前。食フェスだもん。食フェス。だけど、いっぱいあるよ、いろんな国の。食フェスなんですけど、うん、ここにも書いてあるんですけど、なんだっけ、雑貨なんかもね、販売なんかもやるので、多国籍にあるわ。あれもある、マッサージも。マッサージも。そう、マッサージ今日、うん、今電話ね、来てくれ。あ、ほんとに、うん、来てくれ。マットプレイではない。マットプレイではない。うん。とにかくね、今までにないような食べ物が出てますね、今回は。はい。いろいろ。で、某有名な、ね、方が、お忍びで来てる肉まんとか、うん、そういうのもあります、はい、うん、じゃあそういったものもありますね、はい、まあ、ぜひ今回はね、声出しますけど、また、このね、実行委員の方が、はい、実行委員の方がそう、ゲストでまたですね、うん、出ていただける予定になってますんで、ね、はい、またぜひね、よろしくお願いしたいなと思います。はい、とりあえずこれね、チラシもいっぱいあるもんね、取り来てもらえればね。そうですね。うん、お貸してくれる。またよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします、はい。お世話になります。はい、で、これやっちゃうとね、結局マットの話がほぼほぼねえんだよ。飛ぶんだっつうのだからね。だから俺はマカロンを紹介してないんだけど。マカロンの話じゃねえんだよ、マットだっつうんだよ。ハックさんのお店の話だから。はい、そういうわけでね、本日のゲスト、はい、マットフロア専門店 RS の天野幸宏さん、全く記憶に残りになってますけれども、これにこれでね、3回目新商品、作って、ね、出ていただければ、そう、次は真面目にやりましょう、3回目は。じゃあ、次は、また一緒だよ。ね、おめえがマスク投げるとか止めるからだってな、ね、だって気になるんだもん、気になるじゃねえんだよ、はい、はい、そういうわけで、何さやかちゃん、丸さん食べさせて、何を多国籍かな、わかんないや。まあ、そういうわけで、ね、またですね、懲りずに3回目来てください。よろしくお願いします。なんかしっくりこない終わり方だな。では皆さん、ごきげんよう、来週またお会いします。はい、どうも、ありがとうございました。お世話になりました。すいません、お騒がせしましたね、今日ね。申し訳ありません。これ美味しいんだよ。はい、ありがとうございます。美味しい、美味しい。マカロン。いや、マカロンの話ばっかりやもん。ハックルさんのマカロンばっかりだ。ハックルさん、ございます。美味しかった。確かに。ただマジで美味しいでしょ。美味しいでしょ。大人の味。うん、美味しいんだって。俺、勝手に食って、お前、番組内で喋るんじゃなかったのかって言ったら、でも、美味しかったって普通に言ったら、おかしいなと思って。などなど、どーんとみんなで。俺、こうやって立ってるかな、こうやって。立ってない。あの、ズームインみたいな。あ、そうだね。ズームイン立ってて。はい。ユニフェイタイだよね、よくね。 CM バナスコンさん様をご紹介です。素人の割にうまい似顔絵や丸二工房様、葛飾 FM スダミット黒田秀夫の労働ステーション様、シンガーソングライターの平さん、あ、俺は払ってない、アルコアル文化芸術の橋様社会保険労務士事務所様、ヘイカンパニー様、トモトムのハッピーストライク様、司会はマユミンにお任せ様、美味しい自家焙煎コーヒーと本格スイーツのお店クラブハックル様、いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。